ジョン・ダブリュー・クリスティジョン・ウォルター・クリスティジョン・ワルテル・クリスティ1865年5月6日から1944年1月11日は、アメリカ合衆国のエンジニア、発明家である。1865年5月6日、ニュージャージー州のリバーエッジに生まれ、鉄鋼所勤務を経て、蒸気船エンジニアを経験、初期の潜水艦の研究にも携わった。 彼が率いるフロントドライブモーター車は、第一次大戦中から自主的に自走行車砲や戦車の開発を始めており、後に、送輪送機併用式の高速戦車の研究開発で知られることとなる。M1910 から始まるクリスティー式戦車は、航空機用水冷発動機を元にした、リバティエンジンの馬力の大きさと相まって、M1928 で、 非武装の状態で、総輪時速 111.4km、早期時速 68.5km という当時の戦車としては、圧倒的な速度性能を発揮した。それまで無関心であった、米陸軍もこれには興味を示し少数を採用したが、より大きな興味を示したのは、ソ連とイギリスであった。ポーランドも興味を示し購入を検討したが、入手に至っていない、口実。 1931年に M1928 の砲塔のないデモ車である M1940M1931 の砲塔のない試作型である M1930 と呼ぶ資料もあるが名称に諸説ありを2両購入したソ連軍は試験を重ねて改良ディバティの国産版である M-5 エンジンを搭載した BT 戦車シリーズを生み出すクリスティにソ連に 強力な戦車を作らせるきっかけとなった技術を売却してしまったことを後悔していると語っている。英軍も輸入を試みたが、軍事機密として、米政府の今更な横やりが入り、農業用トラクターとして、輸出申請したり、部品レベルにまで解体して、偽装、ようやく入手できた。その後の研究開発により、A-13MKE 巡航戦車から、 クリスティ式サスペンションを採用している。この他、ポーランドは1930年にクリスティから試作車とライセンス製造権購入の計画を進めたが交渉がまとまらず、公表されている範囲のクリスティ戦車と BT 戦車の情報をもとに国産開発に挑み、1938年にはオリジナルにはない独自の仕様を盛り込んだ 10TP 戦車として完成させ、さらに これを発展させた 14TP 戦車の開発計画を進めたが、1939年の第二次世界大戦回戦とポーランドの負けによって計画は中止されている。また、日本でも98式系戦車、ケニシャのサスペンションをクリスティ式様式に改めたケニシャ B を試作したが、当時の日本の夜勤技術の低さもあり、従来型の c 意式の方が優れているとされ量産に、 至っていない。フランスが開発し、試作に終わった、AMX40、フツゴ版でも、クリスティ式サスペンションを採用していた。戦後に開発された量産型戦車で、クリスティ式の足回りを持つ車両は、英軍のアベンジャーやチャリオティア等、対戦中に開発された戦車のシャーシを流用した、もの以外には採用されていない。 M1928 から採用された新式の喧嘩装置であるクリスティー式サスペンションは大型の設置天輪の一つ一つを二重構造の車体側面に収納したコイルスプリングで独立喧嘩させたものであるストロークが大きく取れるため従来のボギー型のリーフスプリング式に比べ路外機動性に優れまた最後部の設置天輪と機動輪が チェーンで接続されて駆動することで、離帯を外している際は、路上での高速走行が可能な送輪走行車となった。早期走行中は操縦手の左右のブレーキレバーにより、また送輪走行中は、ステアリングハンドルを取り付け、先頭の設置天輪を左右に振ることで、方向転換を行った。したがって、早期走行中に片方の離帯が切断された場合は、 左右で走行の手段が異なる状態となるため、まともに走行することができなくなる。走行方式の切り替えは一見便利であったが、立体をつけたり外したりする手間がかかりすぎ不便であり、機動輪と転輪の接続機構を必要とすることは、兵器としての複雑化を招き不利であるとして、量産、実戦投入された戦車としては、ソ連の BT-2,BT-5, BT-7 で採用されたに止まり、続く T-34 シリーズや A 軍の巡航戦車では、機動輪と天輪の接続機構が廃止されているため、クリスティー式であっても、送輪走行はできなくなっている。また、すでに大戦前に、ソ連軍の他の戦車で採用されていた、トーションバー式サスペンションの方が路外での機動性や、乗り心地により優れたとされる。なお、 上部支持天輪がなく大型設置天輪を持つ戦車をすべてクリスティー式と誤解する人も多い。例えば上部支持天輪のない T-43、T-44、T-54、55、T-62 はクリスティー式ではなくトーションバーであり、逆に上部支持天輪のある英軍のコメット巡航戦車はクリスティー式である。両者は 車体側面のコイルスプリングを使っているか、床下のトーションバースプリングを使っているかで区別れる。戦闘車両ではないが1994年になって民間用の不正地車両として、ホンダ技研工業がアクティクローラーを発売した。サスペンションはリーフリジットであり、厳密にはクリスティー式ではない。またいわゆる半層機車であり、ステアリング操作は常に、 前輪で行う。しかし一方で、他の雪上車、不正地専用車などと異なり、離帯を外せば高速道路を走行することも可能で、クリスティが理想とした形式はここで完成されたとも、取れる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。